競馬大好き上地がリアル競馬知識で馬娘を紹介するシリーズです。今回紹介する馬はエアグルーヴです。エアグルーヴの血統は父トニービン、母ダイナカールという血統です。ダイナカールとは1983年のオークスを勝利した馬。関係者によると生まれた瞬間のエアグルーヴを見てものすごいインパクトを受けた。男だったら絶対にダービー馬になった、すごい馬になりますから覚えておいてください、など関係者たちはエアグルーヴにものすごい期待をしました。エアグルーヴを生んだダイナカールももしかしたらオークス親子二大制覇を期待していたんじゃないでしょうか。そんな関係者からものすごい期待を背負ってエアグルーヴはついにデビューをします。1995年7月、デビューは早めですね。札幌にてデビューします。あっ当的一番人気だったんですけども、僅差で負けてしまいます。立て直して7月の3歳の新馬戦に出てきます。単勝 1.1 倍ダントツ一番人気、そして約1秒ほどの差をつけて勝利することができました。続くオープン戦イチョウステークス、このイチョウステークス、まさにこのエアグルーヴがものすごい馬だということがわかるレースとなっております。ご覧ください。どうぞ。先頭はラブシック街、ラブシック街、しかし並んできた各馬殺到してくる。外から南のテスコ並んできて第4コーナーから直線に入りました。そして内苦しいところにエアグルーヴが入りました。そして外側を通りましてホットブラッド上がってきた。さらにアブサルート、外側から懸命にマウンテンストーン突っ込んでくる。マウンテンストーン、大外大隅ギャロップ、大外大隅ギャロップ、マウンテンストーン大隅ギャロップ、そしてラブシック街懸命に頑張ったが200の標識を通過したところ、外2頭だ。マウンテンストーン大隅ギャロップ、大隅ギャロップが先頭だ。ラブシック街もう内から伸びた。ラブシックがエアグルーヴ突っ込んでくる。エアグルーヴ2番手争い接戦、先頭はエアグルーヴ、ゴールイン、2番手マウンテンストーンか。直線のあの不利を受けて再度盛り返してあの勝利、関係者たちはやはりこの馬はすごい馬だと感じたんじゃないでしょうか。このレースを終わった後、武井隆さんはエアグルーヴの勝負根性に非常に驚きました。絶対普通の馬にはできないようなことと振り返ったそうです。エアグルーヴの関係者からも、普通はあそこからは勝てない、これはただの牝馬じゃない、男馬にも勝てる牝馬だと確信したとインタビューで答えていたそうです。今では男馬に牝馬が勝利するというのは結構当たり前なことではありますが、当時90年代、昔は牝馬は牝馬、一線級の牡馬には絶対に勝てないというようなイメージが競馬ファンにも競馬関係者にもありました。そのため関係者たちも男馬だったらっていうような発言があるんですね。そんな関係者たちがものすごい期待をする中、 G1 に挑みます。阪神3歳牝馬ステークス、後のジュブナイルフィリーズですね。しかし惜しくも負けてしまいます。勝った馬はビワハイジ。ビワハイジはこの後パッとはしませんけども、引退した後にエアグルーヴと戦う貴重なライバルでございます。初めての G1 を2着で負けてしまったものの、これからの成長にものすごい関係者たちは期待をしました。年が明けて3月、桜花賞トライアルのチューリップ賞、こちら一番人気はビアハイジでしたが、リベンジ成功、エアグルーヴが勝利することができました。さあいざ本番桜花賞と言いたいところですが、桜花賞に向けて調整をしている時に熱が出てしまって、これによって桜花賞は回避しました。続きまして優秀牝馬オークス、親子制覇が期待されるエアグルーヴ、単勝オッズ 2.5 倍の一番人気になります。それではご覧ください。どうぞ。エアグルーヴも徐々に進出、先頭までは5、6馬身のところまでやってきました。第4コーナーから直線、ウエスタンスキャン、そしてノースタンで2頭も並んでいる。あとは気迫、エアグルーヴは馬場の4分どころ、馬場の真ん中からエアグルーヴが突っ込んでくる。オースタン出してファイトガリはエリモシックノースタンでがちょっと内に折れた。マックスロゼが内から突っ込んでくる。さあエアグルーヴ、ファイトガリバエアグルーヴだ。あと 150m、 ファイトガリバエアグルーヴ、内からロゼからだが、エアグルーヴ、さらに突っ込んできたのはリトルオートリー、先頭はエアグルーヴ、ゴールイン。見事1馬身2馬身離して勝利することができました。親子制覇となります。ダイナカールも喜んだことでしょう。ウマ娘の中でエアグルーヴがお母様についていろいろ語っていると思いますが、エアグルーヴはお母さんのダイナカールを非常に尊敬しているというふうに描かれています。お母さんと同じオークスを勝ったといったところから、お母さんへの憧れというふうな描かれ方をしているんじゃないでしょうか。2着に入ったのはこの時の桜花賞馬ファイトガリバー、さすが桜花賞馬でしたね。夏休みエアグルーヴは大事に大事に調整され、
秋の大本番、秋華賞エリザベス女王杯等を向けて調整されていました。本番、秋華賞となります。ぶっつけ本番の秋華賞。しかし、この秋華賞でアクシデントが起きます。まず調整面。ここは負けられないという気持ちが強すぎた。というほど、仕上げすぎた。ということで、体調が全然万全ではありませんでした。さらに、エアグルーヴがアニメの中でも、フラッシュを嫌がるシーンがあります。これは秋華賞でパドックでのフラッシュ撮影で過敏に反応してしまってめちゃくちゃ入れ込んでしまってパニック状態が収まらない、そんな中出走することになりました。もちろんそんな状況ではさすがのエアグルーヴでも勝負になりません。10着と負けてしまいました。さらにこの秋華賞レース中に骨折が判明、ここでエアグルーヴ長期のお休みとなります。翌年6月復帰初戦マーメイドステークス。マーメイドステークスは牝馬限定のレースではあります。復帰初戦半年以上も空けていたにもかかわらず単勝オッズは 1.9 倍のダントツ人気でございます。その人気に応えエアグルーヴは勝利することができました。復帰初戦ブランクが長いとはいえさすが牝馬同士のレースでは格が違うエアグルーヴ。次はボバとの対決を選びます。8月札幌記念、ここには G1 を2勝しているジェニュインなどが出走していました。このジェニュインとどれぐらいの競馬ができるか、これによって天皇賞に出てもエアグルーヴがどれぐらい戦えるかというのが分かると関係者たちは意気込んで出たレースでした。そんな物差しとなったジェニュイン、そんなジェニュインを3馬身以上離し勝利することができました。エアグルーヴは牝馬の常識を打ち破れるかもしれない。いざ出陣天皇賞秋。この天皇賞秋一番人気は昨年の天皇賞秋を勝利したバブルガムフェロー。前哨戦毎日王冠も危なげなく勝利して万全な状態で挑みに来ています。2番人気がエアグルーヴ、3番人気がジェニュインでは、この牝馬の常識を変えに来たエアグルーヴどうなったのかご覧ください。どうぞ。内側から5番のホーエーコスモス、そして MY ブラン、外を回りまして優等生の体勢、4コーナーから直線、サイレンス鈴鹿リードが3馬身になりました。400の様式を通過、そして外に出してバブルガンフェロやってきた、稲妻高を粘っている、あとはエアグルーヴもやってきた、エアグルーヴ一気の足、バブルガンフェロ、サイレンス鈴鹿、薄粘った、サイレンス鈴鹿、バブルガンフェロ、そして外を回って、エアグルーヴ、外からエアグルーヴの足が勝っている、バブルガンフェロ、しかし内から盛り返す、100メートル通過、さあ、エアグルーヴか、エアグルーヴ、バブルガンフェロ、エアグルーヴ、半橋に出た、エアグルーヴ、ゴールイン、エアグルーヴ、17年ぶり、牝馬の天皇賞チャンピオンの誕生です。しびれませんか、ラストの 200m、 そこからのバブルガムフェローと2頭のマッチレース、エアグルーヴのレースの中で最も素晴らしいレースだと僕は思っております。ちなみにエアグルーヴが勝利しましたけども、これは1980年のプリティキャストという牝馬が天皇賞秋を勝利しました。それ以来の出来事のため17年ぶりの牝馬の優勝となります。やはりエアグルーヴは牝馬の常識を打ち破ってくれた馬。いざジャパンカップ、1番人気は天皇賞2着だったバブルガンフェロ、2番人気はエアグルーヴ、そしてこの2頭に並ぶ人気だったのがピルサドスキー、2年連続凱旋門賞2着、そして昨年のブリーダーズカップターフを勝利した名馬でございます。武豊さんはこのジャパンカップの後完璧なレースだったと言っています。まさかまさかピルサドスキー、完璧なレース運びをしたエアグルーヴを指しました。武豊さんもインタビューではあれだけ完璧なレースをしたエアグルーヴを指す馬が世界にいるとはと。そして続く有馬記念、2番人気となりました。しかしエアグルーヴ一旦先頭に出かけるもマーベラスサンデーやシルクジャスティスに刺され首差負けてしまいました。この時に実は8着にメジロドーベルがいました。エアグルーヴの一つ下の世代メジロドーベル、この時が初めてのエアグルーヴ先輩との対決となりました。来年こそはとエアグルーヴに期待を込めトレーニングを再開します。そして年明け一発目、4月、大阪杯 G2 メジロドーベルとの2回目の対決、メジロドーベルを振り切りエアグルーヴが勝利することができました。続く6月、ナルオ記念、単勝オッズ 1.3 倍と圧倒的支持を受けますが、不良馬場が影響したのかサンライズフラッグという馬に足元をすくわれて2着と負けてしまいました。続
続く宝塚記念、強敵サイレンスズカが出場する中、3番人気となったエアグルーヴ。しかし、やはりサイレンスズカには届かず、3着と負けてしまいます。なおこの宝塚記念、5着にメジロドーベルがいました。3度目の対決、またもやエアグルーヴ先輩のお尻を見ることになりました。ものすごい馬が出たな、ということで、秋の G1 のローテーションを考え直しました。そして、休みには入らず、札幌記念に出場します。単勝オッズ 1.3 倍、圧倒的お支持を受けて札幌記念を勝利することができました。去年と同様、天皇賞、ジャパンカップ、有馬記念と行こうと思っていたのですが、サイレンスズカには武豊さんが乗ります。さらにサイレンスズカに勝てないんじゃないかというリスクもあります。なので天皇賞はちょっと回避しよう、そして複数の G1 タイトルを獲得しようという方針にエリザベス女王杯に向かいます。エアグルーヴ、今までは一戦級のボバたちとの戦いで、すでに除血という異名がつけられていましたが、まだ女王の座は手に入れていません。女王の名前を取りに来たエアグルーヴ、単勝のオッズはなんと 1.4 倍の圧倒的な支持でございます。この女王の座を取りに来たエアグルーヴ、果たして取れるのでしょうか。ご覧ください、どうぞ。各馬これから第4コーナーのカーブ、あとは1馬身差、1馬身差でケープリーズバーン、さらにランフォザドリーム、直後にはエアグルーヴ、そして動いていきました。各馬第4コーナーカーブ、ラティール動いていった、ラティール動いていった、第4コーナーカーブから直線に向いて渚をかわして、今度は早めランフォザドリーム追い込んでくる。エアグルーヴ外からグイグイとラティール追い込んでくる。外からラティール、最内からはメジロドーベル、最内からメジロドーベル200を通過してランフォザドリーム、ランフォザドリーム、内からミジロドーベル、内からミジロドーベル、ランフォザドリーム、あとはエアグルーヴ3番手、メジロドーベル、メジロドーベル、ランフォザドリーム2番手で今降臨。メジロドーベル、メジロドーベルやりました。同じ位置から競馬したメジロドーベルに僅差で負けてしまいました。メジロドーベルがエアグルーヴを尊敬しているのは、このような一連の対決があったからではないでしょうか。メジロドーベルは4度目の対戦にて初勝利を許してしまった。さらに言うと、2年1ヶ月ぶりに牝馬に先着を許してしまったレースとなります。このレース、実はジョッキーが武豊さんではなく横山典弘さんが乗っています。なんで武豊さんじゃないの？武豊さんが乗れないから天皇賞を回避してエリザベス女王杯に出たはずなのに、と思う方いると思いますが、実は1週間前京都競馬場で行われた新馬戦にて進路妨害をして騎乗停止を食らっていました。ちなみにこの時に乗っていた馬は後のダービーはアドマイヤベガです。続くジャパンカップ、人気を見るとボバの一戦級たちはすでに世代交代したんだなと分かるような人気になっています。1番人気はスペシャルウィーク、2番人気エアグルーヴ、3番人気エルコンドルパサ。男馬たちは世代を交代をしていました。そんな中でもエアグルーヴは2番人気と支持されます。ではこのジャパンカップご覧ください、どうぞ。ずっと戦ってきた一戦級の男馬たちが馬群に沈む中、新世代の波に唯一抗ったエアグルーヴ、惜しくもエルゴンドルパサに負けて2着となります。そして引退レースに選んだ有馬記念、1番人気は新しい世代の波のセイウンスカイ、2番人気はエアグルーヴ、3番人気はメジロブライト、そして4番人気はグラスワンダー。5度目の対決にメジロドーベルがいます。しかしこの引退レース、エアグルーヴはレース中に落鉄をしてしまいます。この落鉄が影響して5着と敗れてしまいました。以上、これがエアグルーヴの除血と言われる対決の全てではありますが、エアグルーヴのすごいところはまだまだございます。なんとエアグルーヴ引退してから初年度はサンデーサイレンスとの種付けで、初めて生まれた子供アドマイヤグルーヴ、このアドマイヤグルーヴは G1 を2勝、エアグルーヴが果たせなかった女王の座エリザベス女王杯を2連覇した馬となっています。さらに海外の G1 を勝利したルーラーシップ、他にも重賞ステイヤーズステークスを勝利したポケットブル、マーメイドステークスを勝ったグルベイグを輩出しております。
さらにアドマイヤグルーヴの息子ドゥラメンテも皐月賞とダービーを制しました。ダイナカールから考えたら親子4代での G1 を制覇していることになります。引退してもなお子供が競馬界を盛り上げる、そんなエアグルーヴでございますが、エアグルーヴを語る上で一つ言わなければいけないのは、もちろん牝馬の常識を覆したこと、それは17年ぶりに天皇賞秋を勝利したことだけではなく、なんとエアグルーヴは1997年の年度代表馬にも選ばれています。牝馬の年度代表馬受賞は26年ぶりとなります。エアグルーヴの血はまだまだ競馬界を盛り上げてくれることでしょう。ありがとうございました。